こんにちは。今日で8月も終わりですね。夏も間もなく終わります。夏といえば怪談ですよね。ということで今日は私が体験しました不思議な話をいくつかお話ししようと思います。まず一つ目は、あれはまだ私が免許を取って間もない頃、ある夏の暑い夜、いとことドライブに出かけました。楽しくドライブしてたのですが、視線の片隅にぼーっとした白い服を着た女性が浮かび上がりました。私たち3人でドライブしてたんですけども、私ともう一人の男性がですね、その女性を見てました。なんか不思議に思ったので引き返したんですけども、そこには誰もいませんでした。ただその女性がいたあたりには神社の鳥居が立っていました。あの白い服を着た女性は一体何だったのでしょう。二つ目は私が前働いてた場所での出来事です。そこには時々黒いものが現れていました。その黒いもの、私はなぜか黒猫のような感じがいたしました。その黒猫はいたずらが大好きで、あ、猫が走っていったなって思うと、その先では鍵の束がガシャンと落ちたり、いろいろないたずらをしている黒猫でした。3つ目は、私が仕事である場所へ向かっている時の話です。いつもですと国道を通ってそこの場所に向かうのですが、その時は工事中のため回り道をして向かっておりました。その回り道をしている途中にトンネルがあるのですが、そのトンネルを入るとものすごく気持ち悪くなりました。ただそのトンネルを抜けると何事もなかったような普通の感じでした。帰りもそのトンネルを通ったのですが、やはり気分が悪くなり、そのトンネルを抜けた後は何事もなかったかのような普通の感じでした。あのトンネルには何かあったのでしょうか。最後は鹿児島から人吉まで一人で下道を走って帰っている途中に起きた出来事です。その日はなぜかいつもと違う道を通って帰ろうと頭の中に浮かび、普段ですとまっすぐ進む交差点を左に曲がって進んでいきました。その道は高速道路の下をくぐり、山の方へ続いている道でした。その道を進むにつれて、だん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 木が生い茂ってきましたが、なぜだかだん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 進むにつれて気持ちがどん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 悪くなっていきました。しまいには運転をするのがやっとなぐらいまで気持ち悪くなってしまいました。ただその時は車を止めて休もうとなぜか思わず、早くこの道を抜け出したいという思いが強く、無理してでもやっとでも運転していこうと思い、なんとか運転し続け、いつも通ってる道へ出ました。いつも通る道に出ると、今までの気持ち悪さが嘘のように晴れ、普段通りいつも通りに運転して人吉まで帰ってきました。あの道は何だったのでしょう。それ以来あの道を通ることはありません。その他にもいろいろな不思議な体験をしておりますが、今日はここまでとさせていただきます。ご視聴いただきましてありがとうございました。